本当このアングルが一番ブサイクに見えるから嫌なんですよね。モーニングルーティーンでどうやって綺麗に写れるの？ただの空豆じゃん、こんなん。歯磨きするんでベッド降ります。毎朝ここがちょっと一番怖いですね。寝ぼけた状態で落っこちたらもう死んじゃうんで、やばいやばい、怖い。昨日の夜編集したんで夜な夜な作業してた残像です。ではですね、今から歯を磨くのでお風呂場から撮ります。うわ、もう生活感丸出しやん。昨日半身浴中に食べてたアイスボックスはい、じゃあ歯ブラシ、いつもシャワー中に歯磨きするのでそれでお風呂に置きっぱだったということです。なんかいろんな YouTuber モーニングルーティンやってるじゃないですか。あれどうやってあんなにおしゃれになるんですかね。そんなんなんないけどな、めちゃめちゃ地味だな私。そう考えた、そんなローズインプリティとか飲まないからさ。歯磨きも終わったので朝ごはんを食べていきます。なんか以前私が出した時のモーニングルーティーンのコメントで、朝ごはん前に歯磨きしたらまた口の中汚れちゃいませんみたいなあったんですけども、確かにそうだなって、すっきりしてから食べたいっていうのが。はい、じゃあ今から冷蔵庫を見ていただくんですけども、冷蔵庫めちゃめちゃ汚いんで特に何とも思わないでください。はい、これが私の冷蔵庫の中身です。テキーラはですね、これなんか友達が来た時とかに飲むように置いてる感じで、あとこれは来客用で、私の悪い癖でこれ同じ飲み物なんですよ。なんか全部飲み切らずに、これもそうですよね。あ、でも最後まで飲み切るんですけど、シュッて炭酸が強いやつを毎回飲みたいからこうやって開けちゃうんですよね。もったいないよね。今日の朝ごはんも決まってます。このメカブです。メカブを朝毎回食べてます。野菜ジュースですね。では朝ごはんいただきます。これがめちゃめちゃ美味しいんですよ。こんな感じの、美味しそうでしょ。いただきます。これは美味しい。うまいな。もずくとめかぶ気分次第で買い替えてますね。いや美味しい。ここまで美味しいと自炊しなくなりますよね。野菜ジュース、このカゴメの野菜ジュース好きです。甘くて美味しいで、ジュースみたいに飲める。美味しい。では今から毎朝の日課の YouTube とか Twitter とかインスタのコメントチェックをしていきます。視聴者の声見とかないと、何が求められて何が良かった何が悪かったって情報が得られるから必ずチェックしてます。こんな感じにハートをつけたりとか、見てください。確認のために保留中っていう。禁止ワードとか、誹謗中傷のオカマとか、なんかそういうワードが含まれるコメントは全部ここの中に入るようになってるんですね。自分の見直しのためにこういう誹謗中傷も見てます、ちゃんと。どちらにせよコメントありがとうございます。で、この時間はだいたいスタッフさんとかとミーティングしたりとかするんで、今からしていきます。あ、お疲れ様です。どうですか？大丈夫ですか？最近ソファー買ったんですけども、その横にですね、サイドテーブルと、あとピカチュウ買って、少しインテリアみたいな感じにしてみました。じゃあ今からメールチェック。そう、この前私本当にリアルにクレカですね、通らないんですよ。まあ YouTuber の職業っていうこともあって、丸いのカードが作りやすいからオンラインで申し込みしたんですね。なのでそれのちょうど審査結果来てると思うんで、今から見てみます。あ、ダメだ。ダメだ、なんなの？リアルに落ち込んじゃった。どうしよう。もう。私今、ウームっていう事務所に入ってるんですけども、YouTuber の。で、そこで、会社のカードみたいな感じで発給してもらって、私の名前で。法人カードっていうのはあるんですけども、プライベートで使えないんですよね。自分のカードが欲しい。じゃあ次、シャワー浴びていきます。怖いにくなっていいですか？今お風呂上がったんですけども、なぜか鼻の下が赤くなるっていう謎現象が起きて、あとカラコンも入れました。じゃあ今から化粧するんでそれの準備をします。これをいつも使ってます。雪肌精、コンビニでいつも買っちゃってます。入ってないかもしんない。あ、これ切れたわ、これ失敗だわ。じゃあ今日は乳液だけでやっていきます。ガサガサなんぞ肌。マジか。
私眉毛ここだけ白い毛が生えてくるんですよね、中学の時から塗っていきます。いきなり乳液オンなんで大丈夫かな。ぬり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 よく私がやってるのはこのここ顎関節ですね。顔が小さくなれーと思ってここをこうやってゴリ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 やってフェイスラインをこうやって上げるようなイメージでやってますね。多分雪肌精有名なんで私はあんま詳しくないからあれなんですけども、もっとこだわった方がいいんですかね。ではドライヤーで髪を乾かしていきます。このドライヤー確か2,000〜3,000円ぐらいなんですけども、すごい風量強くて個人的におすすめです。ほらこんな強いんですよ、ほらほらほら、結構乾いてきました。じゃあ今から化粧を始めていきます。化粧苦手なんですよね本当に。お前性別変えといて化粧嫌いとかお前終わってんなみたいな。大体性別変えた人ってやっぱり女の人に対してすごい憧れがあるから化粧楽しくて仕方ないっていう人多いんですけども、私変わってんのかな。はい、じゃあ今から私の伝説の化粧道具を見せていきます。はい、これが私の化粧道具です。終わってる。まあ今コロナのご時世とかもあって引っ越しとまあ運悪くタイミング重なっちゃったんですね、この期間中に。で自分の力だけで引っ越しないと他の人に迷惑かけるから、だから化粧バッグとかもすごいでかかったから、それだと荷物の運搬の効率めっちゃ下がるなと思って、だからビニール袋にですね化粧品入れて引っ越しして1ヶ月してなおこのまんまっていう。みんなに言わないでね、秘密に しといてね、ほんと恥ずかしいことだから。OK、では今から化粧をしていきます。早送りで飛ばすところもあるけども、とりあえず全部一応写しておきます。じゃあアイプチ、これアイプチつけるとこんな感じに目が変わる。何もつけないと目つき悪いんですよ、奥二重なんで。ほんとやだ、整形したい。ちょっと二重幅広すぎかな。うん、こんぐらいだ。マッハスピードでやんなきゃ。ずっと昔から体質でクマができるんですよね。鼻下と何なんだろうこれ。もう隠さないと。オッケー、じゃあ今からシュウ・ウエムラのクッションファンデやります。クッションファンデ楽ですね、結構私は面倒くさがりだから全て楽にしたい。ね、これほんとついてる、なんかついてないように見えるんだけど、まあ、こんぐらいつけてるんですけどね。なんかあんまり厚塗りになりたくなくて、厚塗りしちゃうと老けて見えるから厚塗りしないようにしてますね。今日帽子かぶって YouTube の動画撮影するんで、まあ、そんなに顔作り込まなくていいかなと思って。うん、ほんとちょびっとずつこうやってなんか伸ばしていくみたいな。一応ここも後でシェーディングするんで、シェーディングってあのなんかだろう、輪郭を細く見せるみたいな、ああいう顔の周りに茶色いのを塗るんで後で。ここにも塗っとかないとファンで。で今からパウダーをつけていきます。チャコットのパウダーです。すごい軽いんで私は好きですね。なんかもう重くなるのが本当に嫌で、本当につける時もちょびっとみたいな。
じゃあ次はですね、アイシャドウ塗っていきます。これなんかドンキで買ったやつなんですけども、ジェリーパレットジェムストーン、これ800円ぐらいの安いやつなんですよね。なんかいろんな色が入ってます。こんな感じです。指で塗っていきます。ブラウンを目に全体に塗っていきます。目悪くて見えない。塗りました。そしたら今と同じ色を目の下に塗っていきます。あー塗りにくい。次はこの色ですね。これを今塗ったアイシャドウの上にぼかしていきます。アイシャドウ塗り終わりました。全体的に。あとは私アイライン塗らないんで、この濃い色をアイラインの代わりに塗っていきます。でそれを指でぼかしていきます。このまんまではちょっとどぎつい感じになっちゃうんで、指でぼかしていきます。はい、ぼかしました。これでなんかナチュラルっていうか、涙袋のところにハイライト入れます。ラメですね。こんな感じ。あんまり変わんないかな。もう多分出てると思うんですけども、動画は今日この後焼肉屋さんに行って肉寿司用のお肉を買ってきて、ここで40貫食べる動画を出すんですよ。よかったら今サムネここに出てると思うんですけど見てください。楽しみだな。じゃあ眉毛じゃない、まつ毛を上げていきます。で、まつ毛を上げたので見てください。これマスカラなんですけども、ヒロインメイクのブラウンアスマスカラです。めちゃめちゃボロボロなんですよ。もう3ヶ月間くらい使ってるんで。あんま変わんないかな。マスカラ終わりました。そしたら眉毛ですね。これはエチュードハウスのコントローニングキットアイブロです。今これ眉毛終わりました。あとはチークとシェーディングと髪セットしてやるだけなんで飛ばします。ということで化粧が完了したので、この後焼肉のお寿司を作るための材料を買いに行って、その後帰ってきたらまたここで撮影しようと思います。一応どんな風に撮影してるかのその前準備ですね、それだけお見せして最後終わりにしましょう。こんな感じでいつもここのライトをバーンってつけて、あと天井の近くもここもバーンってつけて、本当にもう眩しいんですけども、1個2個3個みたいな、それでここにカメラを置いて撮るっていう感じでございます。じゃあ今からマスクをしっかりして買い出し行ってきます。今日も動画見ていただきありがとうございました。モーニングルーティーンはあんまり得意ではなかったんですけども、やってみて面白かったんで。誰？アマゾンだった。ということで、少しでも楽しんでいただけた方は、ぜひ応援の気持ちを込めて、グッドボタンお願いします。これが多いと、関連動画とかに乗りやすくて、チャンネルがもっと大きくなれますので、ぜひグッドボタンお願いします。Twitter、Instagram、TikTok とノートもやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。